大平、五穀豊穣、はあ、おかげで体が上がったみたい。お嬢さん、旗本早乙女門殿助は妹菊次ほか5名ご助勢に参じました。ご苦労様にございます。内入りは小四つでございますね。内入り、お嬢様、無礼者、お下がりなさい。無礼者、菊次殿、ご女性かたじきのうございますぞ。突然の会場をいただき、取るものをとりあえず駆けつけました。娘玉代のためにひと働きお願いいたしますぞ。はい。旗本横地貞太夫が娘とせご女性に参りました。まあ、とせ様までよう参じてくだされた。とせ様のお父上は今宵の留め役、おいでくださるとは思うてもおりませんでした。父は父、私は私、日頃心安くしていただいているものとして、一働きいたすのが当然でございますもの。お心出し、身にしみて嬉しい。松江殿、一言お断りせねばならんのだが。土瀬様のことでございますか。玉代殿に義理があると申しての、先方に組みしてしまったのじゃよ。さようなお心遣いは無用になさってくださいませ。ことはお遊び同様の上なり打ちではございませぬか。かたじけない、そのお言葉で止め役のわしも気が楽になり申した。皆様にもお願いいたします。何とぞお気を楽にお相手なさってくださいますよ。上なり打ちってのはね、一口で言えば離縁になった前のおかみさんが後取りのところへ仕返しに行くことなんだよ。はあ、ははあ、それってと離縁になったのが小谷家の玉代さんで、後取りに入ったのが松江さんってわけですか。これはな、武家に限った古いしきたり。行きました行きました。今に面白い問答が始まるから見ていろ。おいえ、しばらくしばらくしばらく、玉代殿ご一党とお見受け申す。しばらくお待ちお待ちよ。玉代殿の石打ちに立ちふさがるとはご無礼でござりましょう。お名乗りくだされ。拙者は旗本横地貞太夫。先頃玉代殿ご当家お越し入れの際には仲人役を相務め申した。へえ、お嬢様エレッキリ工場ですね。これもしきたりの作法だ。止め男に工場女、菊名矢に生きがりおって。これは少子の沙汰。玉代殿はすでに不縁となり、ご離別の上は仲人殿も無縁の人。早々とお引き取りくださいませ。しかしながら、ご縁を結ぶ仲人となれば、我なりうちを乙女申すのも仲人の務め。問答無用。ご一度いざ死。ああ、ちゃんと面白くなってきましたね。楽しい。面白くなるのはこれからだ。
見せ物で、でもこれだけの出し物ありませんね。源平ダンモーラの合戦か。いいぞ、お嬢様。あ、問題です。頼む、お殿、武将からし、治療させてきた。どう見たって松江様が建親まで玉代様が本畑だよ。ねえ父さん、どうしてお嬢様は本畑の味方なんかしたんですか。玉代殿とは同じ琴の稽古仲間だからな。はあ、そろそろ止め男の出番なんだな。いいですよ、止め男より松江様の旦那様はどうしたんですか。上成内はな、乱視禁制の情報なんだ。織田殿は今宵はおそらく西の丸だろう。へえ、お母さんしきたりなんす。お横地様、松代殿と玉代殿がお立ち会いになりました。おお、いよいよ止め男の出番かな。うん、そなたは。乙女門殿助、止め男を買って出た。兄上、何をなされます。止め男他におられます。おられるならばすでに止めに入っているはず。これ以上打ち合いが続けば双方に因果が残り、ことが荒立つと見たから飛び込んだんだ。牢獄者、牢獄者でございます。横地様が、心当たりはございませぬ。ただ玉代様は歌いも姉妹もご堪能と受けたまっておりましたので。やはりな。兄上、お願いでございます。横地様を殺めた者の政策は菊にお任せいただきたいのです。ん、昨夜のような企みがあるとも知らず、浅はかにも上成内に加勢した償いがしたいと存じます。上成内の不始末は上成内の情報に従って女子だけの手で解決したいのです。できるかな。かなわぬまでも登勢殿にお父上の恨みを一したりとも報いさせてあげたいと存じます。それもよかろう。ただし一刻を争わねば新しい大事を引き起こすかもしれん。なるほどね。へえ、どうしたんだよ。いやいや、恐れ入り屋の吉坊主ね。ああ、焼き餅ばっかり焼いてるおかみさんがそこまで追い通したね。バカ、あそこなんじゃないよ。まあ、お嬢様。お湯殿、実は折り入ってお願いがあるんですけど。このお面の持ち主を探し出すとおっしゃるんですか。どうしても横地様を殺めた下手人を見つけ出したいのです。この手のものは道具や骨董屋を渡るより仕方ないでしょうけど。お嬢様、一口に道具や骨董屋といっても江戸には何百軒もございますよ。何百軒、何千軒あろうとも必ず探し出してみせます。
実は出がけに小谷様から会場が参りました。上成討ちの本会を遂げた慰労の会を催すから柳橋の料亭まで来てほしいと。横地様が殺されているっていうのに。責めを野田様にだけ押し付けて自分は関わりないと世間に知らせたいためでしょう。お嬢様、そうと聞いちゃ吉田屋のお湯黙って引っ込んじゃおられませんよ。この能面の持ち主が誰かを突き止めてはっきり黒白をつけてやりましょう。助かります、お湯殿。お嬢様、お力になるやつをもう一人忘れちゃいませんかね。及ばずながらこの長の字一肌も二肌も脱がしていただきますよ。せっかくですがご遠慮いたします。え、上成討ちの不始末は上成討ちの作法通り女子だけの力で解決したいのです。悪く思わないでください。今も兄上の力添えを断ってきたところですから。聞いたかい長の字、ここは一番女子の力の見せ所さ。お嬢さん、明日知りやすいよ。うちのおかみさんって人はね、無国旗だけが人一倍だが、もう早飲み込みのおっちこちょい、おまけにからっきし育児なしのグズと来てるんだ。覚悟とうにできております。分かってくれていたか。昨夜の不始末が表沙汰になれば西の丸様にまで関わりが及ぶは必要。何事も私が至らぬための不始末、あなた様にどのようにお詫びをしようと償いがかなわぬことのみが心残りでございます。いや、これも前世よりの約束事と思えば悔いもない。ただそなたとは短い縁であったな。もったいのございます。松江は死でのお供が叶うことだけだ。嬉しゅうございます。松江。ああ、もったいない、もったいない。早乙女様、死に急ぎしたからってそれが西の丸様への忠勤になると思うのか。武士の、ちらほら噂が出始めている。わからぬかな。おでんの方の口添えがあれば小谷の栄心は確実なものとなる。それにはまずおでんの方の関心を買わねばならぬ。そこで仕組まれたのが昨夜の上成討ちだ。信濃殿、小谷のごまつりの生贄と横地殿を殺害した者を探し出し、そなたたちの面目を立て、さらに登世殿に父上の仇を討たせてやりたいんだ。早乙女殿、お言葉ながらやはり私には私なりの立場と面目がございます。誰がドブネズミを送り込んだかお分かりでしょうな。早乙女殿、松江ともどもこの命ご貴殿にお預けいたします。能面を打ち捨てて参ったのは手抜かりでした。申し訳ございません。それがしの表を見られたゆえ逃れるのが精一杯でした。父上、かくなる上はボンドの助の動きを封じねば。玉代、この父がただ手をこま抜いているとでも思っているのか。ではそれなりの手はずが。基礎心苦を命に変えても門戸の助に証をつかませるようなことはいたしません。よいな、必ず野田信濃住め原に追い込むのだぞ。はい。さあ玉代、慰労の宴の支度じゃ。今日は丹波綾部藩赴任の前祝いを兼ねて盛大にやるぞ。あいすいませぬ、皆目手がかりのつかめぬ製作員など連れ出して。何をおっしゃるんです。私は江戸中の道具屋を歩くつもりでお供してるんですよ。申し訳ありません、弱音など入って。さあ、まだ六七軒回ったばかりじゃありませんか。女の意地にかけたってきっと持ち主を探し出してみせますよ。
お願いいたします。さあ、遠慮のをやってください。上なりうちの本懐を遂げられたのもひとえにあなた方のお力添えがあったらばこそじゃ。彦たちも玉代のために祝ってやってくれ。はいただきます。玉代殿、おめでとう存じます。ありがとう。堅苦しい挨拶は抜きにして存分にやってください。おめでとうございます。何じゃあれは。気に致すな。さあ遠慮のやれ。めでたい席に儀式儀な。おい女中、女中はどうか。めでた奇跡をお騒がせして申し訳ござらん。手前ども俗名横地貞夫の通夜へ行を営む者、何とぞご容赦くだされたい。この席をどなたの席と心得る。どけば。はい。モンドロス、わしは浅はかである。横地殿の行をさせていただく。これはありがたきお心遣い。さぞ横地殿も喜んでおられるでしょう。すみませんな。では髪型に。はい。京都か奈良の表紙の作と見ましたが。そんなことよりも持ち主は誰なのかわからないんですか。さあ、それは心当たりでもございませんか。さようでございますな。お願いいたします。手がかりだけでもつかめれば。では上方表を使うお能役者にお尋ねになってごらんなさいまし。お能役者。これだけ見事な表のこと、すぐにもお分かりになりましょう。そのお能役者は。さよう、高輪の金剛三之丞様ならば確かかと存じます。さあ、これで能面の持ち主が突き止められますよ。お湯殿のおかげです。お殿様もきっと私たちを見直してくださるでしょうね。助けてもらっておいて、なんていう言い草だ。道具屋は上方の表紙が打った面だとは言わなかったが。では初めからそのこと。退屈しのぎに支柱を徘徊している功徳かな。いつの間にか優等十八番に通じてな。上方表を使う能役者に当たればすぐに持ち主がわかると見ていた。ひどいですよそんな。怒るなお湯。それより金剛殿に能面の持ち主を届す。この能面を玉代様が。金剛三太夫様から全てお聞きしたのです。姉妹の稽古を受けていた玉代様が借り出したものだったのです。お父様を切ったのはその能面をつけた小谷玄馬のお抱え武芸者木曽新九郎というものらしいございますよ。菊
菊次様、お夕殿、一方ならぬお骨折りありがとうございました。菊、そこまで詮索がついたならお前が玉代殿に加勢した償いはついたはず。これから先はこの兄に任せろ。はい。それではいずれを先に片付けるか。おゆ、今何時だ。そろそろ5つになるんでは。5つか。信濃殿との約束まであと一時。よし、まず信濃殿を済ませて、それから小谷の方へ参上とするか。お待ちください。小谷様にはご老中、いえ、お殿の方様がついておられます。私のために、早乙女様にとんだご迷惑がかかります。松井、早乙女殿との約束の時間まで、あと半時か。案ずるな。めったなことで門戸の助の思い通りにはさせぬわ。半時が切れました。あとしばらく門戸の助の足を止めさえすれば。ゆっくりとシンクロの吉報まで。信濃に腹さえ切らせれば、あとはおでんの方様のお力で何とでも肩がつく。ほどなく四つだ。覚悟はできております。早乙女殿のお力にすがって一時なりともこの命を長らえようとしたのが恥ずかしい。ただ小谷殿の企みにはまることだけが口惜しゅうございます。言うな。信濃殿、松江殿、謝りめさるな。早乙女殿。間に合ってよかった。信濃殿、小谷現場の動かぬ証拠をつかみましたぞ。もう何も心配することはござらん。かたじけのうございます。これからはくれぐれも命を粗末にせぬようにな。さてと、では最後の大手をかけに行こうか。ごめん。たけぬ。なんとなさいます父上。直参五千石、留守居年寄りの屋敷に乗り込むほどのお漬物でもあるまい。ではおでんの方のお力を借りて。たかが小旗本の一匹や二匹、戸をひねり潰そうといいの。父上。どうしたんだ、おゆう。だってあんまりです、あんまりですよ。
はご老中かおでんの方からお呼び出しでもあったかと、生きた子じゃないっていうのに。いくら待ったって呼び出しがねえから、改めて横地殿の精進落としをやっていたところだ。ねえおかみさん、おかみさんにとっちゃさ、ご老中やおでんの方様のお呼び出しよりもこっちの方が気が揉めるでしょ。ほれぼれする姉さん方。